NHK 連続テレビ小説、ブギウギ、第52話では、鈴子、おもむき里とその大ファンでもある村山義介、水上工事が運命の、出会いから徐々に惹かれ、会うまでの過程が描かれた。福来鈴子とその楽団が地方巡業で愛知に行った際に居合わせたのが、後に最愛の人となる義介。鈴子一行の宿泊先に再び現れた義介は、さよ、富田望み生から自分がなくしたお金を盗んだ犯人として詰められるが、鈴子はそこに六郎、黒崎広大の面影を感じ、その日の夕食に誘うのだった。ほんまにずっとファンでしたと語る義介はどこか緊張しているようにも見えるが、惹かれるきっかけとなった、ラッパと娘の魅力を熱弁する彼の表情はほがらかだ。福来さんは独特です。歌が上手いのは当たり前なんですけど、何や聞いてるとええ気持ちになるいうか、吸い込まれてしまうんですと言う義介のラブコールがすがすがしい。鈴子も照れ隠しなのか、少し大げさなリアクションで答えているのが微笑ましく感じられた。左右の失態によって宿代を後払いで払うことになった鈴子だったが、その半分を義介が負担してくれていたというのだ。鈴子は、受け取れまへんと断固拒否するも、義介はすでに帰ってしまっており、もちろん返す術はない。急いで神戸に向かう汽車へと乗り込むと、そこには、なんと義介が居合わせていた。ここぞとばかりに左右は義介を犯人に仕立て上げようとするが、鈴子は左右をたしなめる。鈴子は義介にお金は受け取れないと話していると、偶然通りかかった軍人が、村山の坊ちゃんじゃないですか、と声をかけてきた。学生がなぜ宿代を負担できたのかという疑問があったが、実は義介は大阪随一の園芸会社である村山工業の御曹司だったのだ。ただ、御曹司であることに居心地の悪さを感じていた義介。ええ人なんやろね。学生さんはと義介を見つめる鈴子だったが、名前を聞いておきながら、学生さん、呼びをしているあたり、一線を越えないように感情にブレーキしているようにも見える。これまで義介ほどまっすぐに思いを伝えてくれる若者はいなかった。たとえ、年齢が10歳離れていようと、鈴子は義介に惹かれ始めていた。印象的だったのは、義介を演じる水上工事の鈴子を見つめる表情だ。死刑に至る病や、あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。でも、主演を務めている水上はいつも絶妙な表情を見せる。水上は公式インタビューの中で、鈴子の行動一つ一つ、新鮮にというか、敏感に感じられるようにっていうのは準備しましたと語っている。義介はともすれば、左右が言うように、現代風に言えば、ストーカーだと捉えられても仕方がない。だが、水上のキラキラと輝く目と、みずみずしい表情に、いつの間にか引き込まれてしまう。さて、左右のお金騒動は、思わぬ形で決着することになった。最初から、左右本人が怪しいのではと思っていたが、やはりその予想は的中した。左右は、旅の中に、お金を忍ばせていたのだ。一件落着ということで、鈴子は近くにいた女の子のリクエストに応えて、ふるさとを歌う。スウィングの女王の歌声が車内で聞けるなんて、なんと贅沢なのだろうか。最初は鈴子の独唱だったが、楽団のメンバーの演奏も加わり、車内は戦時中とは思えぬ陽気なムードに包まれる。そんな鈴子を顔色一つ変えずに見つめていたのが義介だった。